ゴッドヒルフ・ハインリッヒルート・ビッヒ・ハーゲンはドイツの技術者。専門分野は推理学。1839年にヒ圧縮性、ニュートン流体の流れ方に関する法則を発見した。翌1840年にフランスのジャン・ポアズ・イユも同様の発見をしており、この法則は二人の名前をとってハーゲン・ポアズ・イユ流れと呼ばれている。ベルリンにある ハーゲンの母表1797年3月3日に東プロイセンのケーニヒスベルクで生まれる。1816年からケーニヒスベルク大学でフリードリヒビルヘルムベッセルの下で数学と天文学を学び始めるが、1818 18年に建築学に専門分野を変える。その後、1819年に主に水路を扱う公共事業の現場監督となる。 1822年には建築士の国家資格を取得し、ヨーロッパを旅して訪れた様々な推理構造物に関する出版物でなお知られるようになる。1824年、京ニヒソベルクの商業組合に雇われ、1825年にはダンツヒの政府に雇われピラウの公安査察官となり、公安護岸の建設に携わった。ここで使用された 海岸砂丘の保全に関する手法は今日でも用いられている。1830年にはベルリンの高等建設委員会へ移り、1831年には委員長となった。そして、1834年から1849年までベルリン建設アカデミーと連合法兵行科学校の講師を務めた。1842年4月7日、 アレクサンダー・フォン・フンボルトの推薦により、プロイセン科学アカデミーのメンバーとなり、翌年には彼の科学に関する出版物により、ボン大学から名誉教授を与えられた。さらに、1849年には、フランクフルト国民議会から専門家としての認定を受け、1850年には、プロイセン商務省の理事会から講師の認定を受けた。 1866年になると、水工部主任構造監督者と、技術構造代表の主任になり、1869年には、プロイセンや、その他のドイツ語圏の国での大規模な、水利工湾構造物について監督する職である、主任地域構造監督者に昇格し、1875年に引退するまでこの職に就いていた。多くの河川や、 公安開発の開発での功績により、プロイセン海軍本部は、ハーゲンにビルヘルムスハーフェンの軍港建設の指揮を任せた。ハーゲンは、プロイセン商務省の職を離れ、1855年7月8日に、新しいプロイセン王国の領土で1855年に創設された公安委員会の主義を引き継いだ。その後、二つの国際的に有名な専門家の働きが、 不十分だと考え、1856年5月29日にプロイセン海軍本部へその港湾の設計草案を提出した。この港湾の設計には非常に優れた展望と専門的知見が見え、これは初期の小さなプロイセン海軍に必要な要件を満たしており、かつ後の拡張や追加のための必要な空間の確保も考慮したものであった。 このハーゲンの公安計画は1856年6月25日にプロイセン国王のフリードリヒビルヘルム4世の政令を受けて着工された。この計画の完了後1856年8月12日に彼はプロイセン商務省に戻った。この計画の実施にはたくさんの変更をしなければならなかったが、この非正的な公安とその施設の開発は 大きな結果をもたらすことになった。この計画は今日でも市の中心的計画となっている。1884年2月3日にて86歳でベルリンで死去した。墓標は現在もベルリン市内に存在する。ハーゲンが公安査察官として働いた町であるピラウはハーゲンの死後彼の名誉を称えた記念碑を作成した。この記念碑は町が ロシア領バルチースクとなった今日でも見ることができる。ロシア語の文章も追加されており、管理はロシア海軍が行っている。ビルヘルムスハーフェンは2007年にゴッドヒルフハーゲン広場を開設した。この広場にはビルヘルムスハーフェンの芸術家、ハルトムート・バイスナーによって作成されたハーゲンの彫刻があり、この彫刻はビルヘルムスハーフェンの地域クラブである。 D ボジによって寄付されたものである。1959年には、ゴッドヒルフハーゲンという名前の水先船母船が作成された。ありがとうございます。